夏、夏、夏、紀元前1900年頃ろ引く、紀元前1600年頃は、史書に記された中国最古の王朝、過去とも言う、夏、陰、中央三代という、四季、畜書記念などの史書には、初代の呉から、末代の結まで14世17代、471年間続き、陰に滅ぼされたと記録されている。従来、伝説とされてきたが、 近年、考古学資料の発掘により実在の可能性もある。従来、史書に記された夏の実在性を確実に示す、考古学上の発見がなく、伝説上の王朝とされてきた。しかし、宮殿を持つ都市文化である、河南省園市の二里頭村の二里頭遺跡が、炭素14年代測定法により、院の建国、二里岡文化に先行していることが確定しており、 また後から力を伸ばした因は、この二里頭文化を征服して建国し、文化を継承した形跡が見られる。従って、この二里頭文化が、司書の言う夏の時代に相当することになる。しかし二里頭の都市文化は、文字の出土資料もなく、後世の概念である王朝、国家の性格を持っていたのかも不明である。考古学的に、夏と後世に呼ばれた政権が実在したことが、 証明されたと、司書の言う、夏王朝が実在したことを混同してはならない。現代の中国史、考古学学会では夏王朝が実在したものと、みなされている。二里頭遺跡は新石器時代の遺跡で、掘り出された住居の後から人口2万人以上と推定される。当時としては、世界有数の大規模集落。トルコ遺で表現された、竜、銅石、宮殿区。 竜の文様の入った玉章が発掘されている。宮殿区の南門近くにある一号宮殿は回廊に囲まれ内部に広い空間、中には正面に静殿を配する構造となっている。この構造は後の中国歴代王朝の宮殿構造に近く、歴代王朝ではここで宮廷儀礼を行っていることから、宮廷儀礼もここから始まったとも考えられる。 翡翠の竜は、二里頭文化以前に栄えた、両賀流域の交流窪文化、鉱山文化でも発掘されており、両賀流域の文化の影響が及んでいることが示唆される。竜は、歴代王朝は、王の権威の象徴として用いられていること。歴代王朝の宮殿と類似する宮殿跡などから、二里頭文化が、歴代王朝に影響を与えた文化だと考えられ、二里頭、 文化こそ夏王朝だとする学者も多い。また、二里貸し来石周辺の当時の土壌に残る種子の分析から、アワ、キビ、小麦、大豆、水糖の五穀を栽培していた痕跡がある。これにより、気候によらず安定した食料供給が可能となったと考えられる。これが、それまでに衰退した他の中国の新石器時代に起こった核文化との違いであり、その後の章、 陰とも推定される二里丘文化へとつながる、中国文化の源流となったとも言われる。以下は主に、四季、夏本儀、畜書記念による、夏王朝の子祖となるは、後帝の一人、戦力の孫である。三角、行の時代に、宇は大洪水の後の治水事業に失敗した父の後を継ぎ、春三角に推挙される形で、黄河の治水事業にあたり、功績を、 なし大いに認められた。2016年8月に科学雑誌、サイエンスに掲載された研究結果によると、この大洪水は紀元前1920年に起こったという。春は人望の高かった魚を後継者と考えていた。春の宝魚を3年のもに服した魚は、春の子である消費都を定位につけようとしたが、 諸公が、商品都市を春の後継者と認めなかったために、宇が定位に即位し、洋城、現在の東方市に、都の城を定めた。宇は、生は、地と称していたが、王朝葬死後、死を書こうとした。宇は即位後しばらくの間、武器の生産を取りやめ、田畑では、収穫量に目を光らせ、農民を苦しませず、宮殿の大増築は当面先送りし、 積書や市場にかかる書税を免除し、地方に都市を作り、煩雑な制度を廃止して、行政を簡略化した。その結果、中国のうちはもとより、外までも兆候を求めてくるようになった。さらに上川を意図的に導くなどして様々な河川を整備し、周辺の土地を耕して、草木を育成し、中央と東西南北の違いを旗によって人々に示し、 イニシエのやり方も東州し全国を分けて九州を置いた。うは、倹約政策を取り、自ら率先して行動した。畜書記念によれば45年間三角であったという。即位後、サ月島に政治の補佐をさせたが、サ月島の死去に伴い駅による調整の補佐が行われた。なお、うという文字は本来トカゲやワに、 竜の姿を描いた象形文字であり、ウの起源は、甲がに住む水人だったと言われている。この神話から、ウを及び夏人は、南方系の海洋民族であったと想定する、説盛り、その観点からも多数の研究所がある。ウの法行後、駅が後継者とされていたが、駅が、失勢に慣れていないこともあり、諸行は、ウの子である慶を定位につけた。これが、 中国史上最初の帝王くらいの世襲とされる。帝位についた慶は、優子氏が服従しなかったために討伐を加えている。慶の崩御後、この大野康氏が帝位を継承したが、式によれば、国を失ったと記録されるなど、国政の衰退が見られる。大野康氏の五人の弟たちは、五子の歌を作った。この五子の歌は、肖書に記されており、その内容は、 大野康氏が戻らないことを弟たちが恨んだ歌である。この歌より、大野康氏が有楽にふけり、調整を顧りなかったために国を追放されたのだと解釈されている穴安。大野康氏の放御後、弟の中康氏が後を継いだ。中康氏の時に、諸侯の忠氏と和氏が陰楽にふけっていたので、種、種は名前とも、国の名前ともいうに明治忠氏と和氏を。 討伐している。式には、中安氏の後の帝たちについての自責は特に伝えられていない。中安氏の十一代後の穴子は、性格が淫乱であり、自分を鬼神に儀することを好み、人心は夏王朝から離れていったと記録され、夏朝の特時にも陰りが出たとされている。また、ケツは人徳にかけ、武力で、 諸侯や民衆を抑えつけたことで人心の利反を招いた。また、将の天王津を呼び出し夏代に投獄している。天王津は後に許されると徳を収めたので、諸侯がその下に集まり、遂にはケツを倒した、名城の戦い。ケツは、名城に逃げたが隠しした。このケツに関する伝説は、陰の三神、心、中のそれと告示しており、後世になって作られた伝説であるとも言われる。 近年の考古学調査によれば、紀元前1628年に、寺島の噴火により、地球規模の気候変動が起きていたことが分かっており、死書にも、月王年間の天候不順が記録される。合わせて、夏の遺跡である持ち経路遺跡からは因による、激しい破壊と虐殺の跡があり、宮殿以外はすべて破壊され、出土する遺骨も多くが、手足が刃物で切断されていたり、 顔が陥没するなど、深い加害の跡が忍ばれる。このようなことから、実際には力によって、陰は夏にとって変わったことがわかる。遺跡からは、夏人のどれも既存された遺骨とともに、陰の聖堂の武器も出土する。アマネは定位に即位すると、夏の血を引く者を夏帝、四季正義によるに封じた。集大においては、古において諸侯に封じられている。 牧師五巻には夏と三苗、苗族に関する伝説が記載されている。三苗、三苗を時代に、夜に太陽が現れ、血の雨が三日間降った。龍が寺に現れ、犬は通りで吠えた。夏の水は氷になり、大地は避け、水が噴き出した。五国は変異した。天は、苗族に克服を課した。雷が連続し、鳥を伴った者が、苗族の指導者をいた。 あと、夏王国は建国した。この苗族と夏の建国に関する伝説については、他の史書での記載と対応させると、以下のようになる。紀元前二十六世紀頃、新能時代、花夏民族の君主、皇帝が主優、によると、京が生とされる民族の討伐作戦を行い、直の戦い、直で破った。戦いは、黄河の大地で行われた。 死ゆは農務を起こして花夏軍を苦しめたが、皇帝は至難者を使って、方位を示し、死ゆ民族を破った。この時、他に死ゆに味方したのは勇敢で戦の上手い旧ハジム族、巨体の子父チチ族だった。破れた死ゆ民族は、ミャオ族とハジム族に分裂し、ミャオ族は死産した。一部は集大に花夏民族と同化し、一部の部族は、 春秋の強国であるソヤクレ呉の建国に関わった。中国では、スワイワイ民族の国とされている。陸朝時代に、洋ス港南部を支配していた南朝は、北方民族の侵入に苦しめられており、あまりミャオ族を歓迎しなかったが、五個による洋ス港北部の破壊により、ミャオ族が大量に南朝の領域に入ってきた。漢民族と同化することもあった。先進時代、 苗族は、病民、雄苗、陽苗、三苗、三苗と呼ばれ、陽子交流域に住んでいた。長江文明に属すると見られる三苗は、靴下令文化及び、石や川文化付近を本拠地としていた見られる。三苗は、母系集団であり、黄河流域の中原に移居した、父系集団の辰山文化と対立した。この辰山文化集団が夏王朝につながる。 遊牧民族的な不景集団と見られる。中原地域は皇帝と炎帝の活躍した地域で、炎の集団は行商文化後期に一度衰退し、辰山文化期に復興し産病民族を征服した後、夏王朝を起こす。皇帝の三内征服伝説は、高賀文明と長江文明の勢力争いを描いたものと考えられる。長江中流域のくつかれい文化。 紀元前3000年、紀元前2500年、下流域の領所文化、紀元前3300年、紀元前2200年の時代を最盛期として、あとは衰退し、中流域では、高賀流域の二里頭文化、紀元前2100年頃引く、紀元前1500年頃が移植されている。夏の光景と言われ、またそのように自称した民族に以下がある。安しイコール。 かのえ、陰の甲骨文字のような文字体系を所持していたかは、未だ不明であるが、考古学者の女中のブルガ、お夏文字の名残なのではないかとする見解を出し、さらに、女長流は、著書、長江文明の発見においてものようなシナリオ、仮説を提出している。両書文化は、稲作都市文明を形成していた。千年ほどの繁栄を経て、洪水でこの文化は崩壊する。 両書文化集団の一部は北上し、甲が中流域で夏王朝を起こした。この変遷過程で、両書文化に誕生していた図像文字、絵文字グラフィティは様々な集合を経て、北方の甲が中流域に持ち込まれ、一度は夏王朝の文字となり、そこで甲骨文字と接触した。やがて夏王朝は支配下にあった、同以降、芸部族に倒される。 夏王朝の遺族の一部は北西に逃れ、夏季郷土参照、五四千本地に移住し、サム寸体文化、古植国を築いた。後領書文字は、友江族や職族によって加工され、破植文字となった。夏という王朝名は、後世の古称である。漢字学者の東道秋安は、夏の上甲骨文字、金文からの形成の変遷を分析した上で、大きい人。 鎧をつけた大柄な人という微笑ではないかとの説を提出している。岡田秀弘の解釈によれば、かとは、か、か、牙、ば、がと、同音で商売を意味し、もとは、落葉盆地の首都から来た、商人、貿易者が、家人、家人であり、その使用言語を夏語、ガゴと言い、もともと現在のインドシナ半島の諸民族の言語に、近い、エビスの言語。 南方経験を基礎にしたものであったとする。古代中国の史書では、落葉盆地から見た非中国人を遺敵エビス版とするが、これはそれぞれの方角の住居地による故障である。南蛮は河南省西部、四川省東部、湖北省、湖南省西部の焼き畑の公民を指し、西獣は甘粛省南部などの遊牧民、北敵は、 山西高原や内蒙古の資料民を指し、この地域は古くは森であった。当位は、黄河やワイガのデルタ地帯の農耕漁老民を指す。岡田は式での記述や歌人伝承の分布地などから、また、司書に記述される夏人が竜を祖先神とする、ことなどから、当位を夏人とし、水上民族であったのではないかとする。また、エビスは、大、人の象形と、弓、己、 縄の象形を合成したもので、音を、低とする、テそ底などの文字とる似文字であり、低知人を意味するとした上で、中原へ、北方高原からの、敵が進行し、夏を滅ぼし、陰を建てたとする。式、季、陰本理によれば、陰の高祖母神は寒敵といい、有志つまり恵ビス、草原有牧民であった。岡田秀弘は夏及びその光景と言われる。 河南省の右県や古県にあったとされる古国などを参照しながら、エビスと呼ばれた夏人が、長江やワイガ流域の東南アジア系の原住民であったことや、ウの墓があると伝承される海景山が越人の聖地でもあり、福建省、関東省、厚生省からベトナム北部にかけて活動していた越人が、夏人の末裔を自称していること、また周竹使用36年。 前333年、祖武氏王七年越国が祖に滅ぼされ、越人が死産した後旗始皇帝28年、前219年に牢屋を出発したと言われる上腹の伝承などを示した上で、御円人が朝鮮半島に進出する前に、これら越人が日本列島に到着したのだろうと推定する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。